さてさて、佐野等の話で、ひょっとしたら、一個わかるのとかあるよね。それはね、佐野型と能型について、佐野型ってじゃあ、どんなんなんですか、具体的に。どんなタイプが佐野型なんですか。どうも、言ってみて。サタンがそれやったでしょ。それどんなタイプ。だからあくまで、どういうことよね。わけわからんやろ。な君ら結構そういうその脊髄反射的やねんな。じゃあ脳型、脳って脊髄反射なんですかって。脳は脊髄とは違う。ただ運動やから脳にはね。で、運動するときはその脊髄、そしてまあ延髄、小脳とかはいっぱい使うわけですよ、ね。まあ、特にまあ古い脳をいっぱい使う。一番古い脳はまあ脊髄やね。脳幹よりも脊髄の古い、逆、どちらだっけ、どっちが悪いんかな。まあ、脳幹と脊髄に繋がってるから、同じ、一体なんです。どうなの、場所の名前が違うだけだって、明らかに別の臓器いうわけじゃないねんかな、ほんとね。つまり、蛇みたいな感じ。一番奥の脳、脳幹から脊髄まで繋がったんで、その、前屈に繋がってる。一瞬の蛇はね、その脊椎動物の最初の姿。ところがね、脊椎動物のその骨、脊椎を内蔵している骨というものはかつてはそれムカデやった。で、戦争動物、昆虫類とか。な。で、昆虫とか、まあ、ムカデとかも含む、まあ、虫、まあまあまあ、昆虫にしとこうかと。昆虫ってじゃあ、骨格だけ動いてんやな。私たち脊椎動物から言わせてみれば。あーとかでした。で、それは数学の世界ですよ。と、言語がね。昆虫は言語の数学を用いています。あーでしょ。あそこはあーじゃないか。で、結局、例えば、その、藤尾先生が、で、そこはその、先生の師匠であるはずがないっていうのは、それ、脊髄反射でさ、切るって。ね。というか、で、そこはその先生は藤尾先生の弟子だったら、あかんやんけそれ脊髄反射でしょ。で、今の人たちやったら、手塚治虫先生と藤子先生の方が好き。それは脊髄反射じゃないでしょ。もっともっと多角的に判断してるわけじゃん。ね、じゃあ、藤子ファンより手塚治虫ファンの方が脊髄反射のじいさんでもかっていうわけじゃないの。めっちゃ感慨深い。めっちゃ知的な。そしてその知的さをめっちゃ労働に、肉体労働にも、費やせた人たちやねん。あれだから、結局自分らの世代が一番大事。みんなそうなんじゃんじゃん。伸びたファンも。でしょ、藤子ファンも、手塚ファンも。リボンの騎士ファンも。どうでもいい、そんな。な、リボンの騎士はやられたよ。割と最初の頃に。うちっていう、意識の最初の頃はやっぱりリボンの騎士と共にあるかな。今回の人生もそうだったけど。ね。じゃあ一番無理な手塚さんの先生やったら知らん。あるかもしれない。ディズニーかもしれない。それ今回の次元じゃないって知らん。どうなんやろ。ただ、手塚先生とディズニーの霊界では本当にうちのこと厳しく、しつこくしつこく、謎の生き物でいびり立てたけどね。謎の生き物で。なんでこんなことするんだろうって。分かんなかったけど、多分その殺虫剤とかその殺素剤とか、それに対する警告だったんでしょうね。ですから先生は殺虫剤に関する警告をうちに延々送って、うちも疲労困憊通過できて、ディズニーは殺素剤ですね、ネズミ退治のっていう人間の罪を必死でうちに対して訴えてあった。バスがあるのか。この2つの罰はしんどかった。罰というか、あ、うちだけじゃなくてみんなもやっちゃったことでしょ。殺虫殺すのね。ああ、都合を正義って呼んでませんかと、手塚先生とディズニーを訴えたっていうのかな。ああ、そうだったかも。うちにとってもつらいですよね、今思い出してもね。ああ、そんなな、そんなありがちやなって、宗教もそうやなって。案外そうやな、宗教も。でしょ？例えば、その、日蓮は、知ったるだより、社会より偉いって思い込んだら、そうでなければならなくなるでしょ。他の宗派の意見なんかもう聞きたくなくなるでしょ。ね、それは脊髄反射というよりか
都合でそう言ってるんでしょ。だって大多数の信徒だのが古い偉いって言ってるから。じゃあ日蓮のが古い偉いっておっしゃるその若者たちは結局日蓮の方がプリミティブであるってこと言ったでしょ。知ったるかより知ったるの方が賢いよってことでしょ。より後期の脳であるってことでしょ。前期の脳のパターンはむしろ日蓮みたいな直上傾向、そしてその脊髄反射的なそういう仏教なんだよって言いたいのかもしれない。それならそうかも。じゃあさっき言ったように藤子先生の方が哲学先生に前にいたよみたいな。え、じゃあお二人の作業を考えたらどっちが先ってよく分からんけどだから結局ね、その実際どうなんですかっていうのはただ歴史に順番に過ぎないし、で歴史に実際どういう順番で何が起きたのかって本当はね、で今こういうふうになってしまったのかで、それについて後から創作してもしゃあないっていうものでもあるよね。それが二三の歴史書いても機能せえへんっていうね、修羅場でそれは誰も助けへんねん。ただ都合に基づく依頼心に変わるだけなんていうかな、嘘の歴史はね。本当の歴史は私たちの遺伝子に刻み込まれているから、ね、私たちの遺伝子はそれを生きてきたから、二三の歴史に関して私たちの遺伝子は違和感を絶対感じるはず。私たちの遺伝子には先祖の遺伝記号があるから、先祖の遺伝情報があるからね。それが RNA としてではなく、まあ、そういう形でもあるけど先祖ね。それは先祖で。でも自分の遺伝子の中にも先祖の遺伝情報がある。それは DNA の中に組み込まれている DNA の一員だし、それは先祖霊とは言わない。でしょ。その部分も言い上がるでしょ、二三歴史。そして先祖の RNA も、それは語りかけるでしょね。おかしいな、おかしいな。ね、というメカニズムなんですよ。で、これちょっと休憩しようかな。